はい、では新作をご紹介していきたいと思います。今回はですね、またうさぎちゃんジャーナルの、バージョン2ということで、今回もねとってもキュートな仕上がりとなりましたね。見た目もねとっても同じデザインで作ってみました。で、アンティークのフランスの生地ですね、こちらをポケットにしていて、ファブリックカバーでいろいろなねアンティークですとかヴィンテージの生地をコラージュして作っていますね。でここは同じようにポケットになってまして、ここねあのイギリスのヴィンテージのクリップですねを留めてキータグを下げていますね。で、こちらヴィンテージのお手紙をこんな感じでそのままね入れておりますね。で、アクセントに、飾っている感じになってますね。で、こちらのお手紙とあとはねお写真ですね。前作もお写真をね飾っていましたが、今回もねお写真入れてまして、で見てください、もうねすごく可愛いお写真なんですね。ユーモラスでね、この家族写真のようなね、何でしょうか、このお父さん、おばあちゃん、お兄ちゃんと女の子とね、ね、うさぎちゃんがいて、このね、大きなうさぎちゃんの耳をね、ぎゅって掴んでますね、女の子がね。でもね、かわいい、くりくりのね、この髪型をしたね、女の子ですね、今回もね。で、うさぎちゃんはね、おリボンしてますね。でね、お兄ちゃんもね、横を向いてますけども、とってもね、微笑ましいね可愛らしいお写真だったので、今回のね作品にぴったりなのでこちらにね選んで、こんな感じでね飾ってみました。ではね中をご紹介していきたいと思います。中もねとっても前作とね似た雰囲気で、イメージでね作っていますので、ちょっと待ってくださいね、と絡んでしまいましたね、はい、こんな感じで、このねリボンも長めに取っているので、ちょっとね長すぎる場合はねカットしてみてください。ではこちらが内拍子ですね。こちらがヴィンテージのねポストカード、うさぎちゃんがね隠れているこの林の中ですね、山が見えていますが、とてもねキュートなデザインとなってまして、このエンボスのね縁取りのとてもね可愛い、ポストカードですね、ヴィンテージの。あとはエフェメラ類ですね、いろいろこちらにヴィンテージの壁紙ですとか、キュートな色合いで選んでいますね。で、うさぎちゃんがお出迎えですね。うさぎちゃんのカードを作って、こちら水色のねおリボンをしていて、後ろはねジャーナリングができる、ジャーナリングカードはフルーツのねジャーナリングカードを作ってこちらにね飾っていますね。で、こちらにはアンティークのねポストカードにね女の子と男の子かな、二人でお話ししている、とても可愛らしい色味でね、水色とピンクのテーマカラーだったんで今回もね選んでみました。とてもね可愛らしいですね。でここにハンドメイドペーパーですとかヴィンテージのね壁紙で作ったハンドメイドタグですとかね一緒に飾っています。でこちらにはねうさぎちゃんね出てきましたね、ヴィンテージのゲームカードで、ここにねボタンカードを作ってここにね一緒に挟んでね飾るとねとてもキュートなので、ここのポケットにね飾っています。こちらハンドメイドしたねタグですとか、こちらは塗り絵ですね、うさぎちゃんの塗り絵で、後ろね亀さんがいましたね。ハンドメイドタグも一緒にね飾っていますね。で、こちらにもねうさぎちゃんと猫ちゃんとリサがいたり、草花のねページがあったり、あとはエフェメラ類ねを飾っていたり、こちらの見開きにはねこちらねリボンを、ピンクのリボンを今度ね締めているうさぎちゃんですねのカードを作ってここに飾っていて、あとハンドメイドのタグですね。このね運河が見えるこの景色をねうさぎちゃんがねこう眺めているような感じですね。とてもね色合いもねこの今回の作品のねうさぎちゃんにねとても似合うのでね、こちらにね
飾ってデザインしてみましたね。こちらはミニミニ、ポケットですね。ミニ封筒にはうさぎちゃんのこの封筒なんですけども、こちらにはねエフェメラ類、小さなチケット類を入れていて、こちらにはね前作も入れましたけども、森の仲間たちのね使用済み切手ですね。うさぎちゃんですとか、あとはリスさんですとか、鹿さんですとか、たくさんのねあの森の仲間たち、今回のお話にもねたくさん登場してくる仲間たちが登場してきますね。こちらの方ねしまっておきますので、お楽しみに。こちらにね飾っておきますね。で、ジャーナリングスペースや草花が生えていたり、ウサギちゃんがいたり、フリップするジャーナリングスペースがあったり、ウサギちゃんがね走っていったり登っていたり、こちらにはウサギちゃんとカメさんですね、仲良しコンビですね、ミニミニタグを飾っていて、でウサギさんとカメさんはねここのね美しいねこの風景のねどこにいるんでしょうかね。お家がたくさんあって、ここの林と山がね美しい、ここの情景の中のねどこかにねこの子たちがねいるんですね。ここね飾って、でそれでこちらはですね前作もポケットねパカッと開くポケットですけれども、ここに今回はねヴィンテージのキノコのカードをね飾っていますね。今回ね森ですとか林ですとか自然がたくさん出てきますね。でも木の実とかね、こういったうさぎさんのねここにもねいますね。エフェメラ類ですね、この飾って中にねしまってありますので、お楽しみにということで、こちら前作も作りましたね。長いチケット類などをねいろいろ入れていますので、ポーチですね、細長いポーチのようなものを作ってますね。でここにウサギさんいましたね。でここにもねいますね。ネズミさんとねお話ししてますね今回ね。なんかネズミさんにこの門を開けてほしいって言ってね泣いてますね。でもねキュートなんですけど、この辺でしょうか、この辺でしょうか、このねお話がね続いているようですね。ね、広がるページがあったり、美しいね朝顔のページがあったり、ここねフリップしてまたジャーナリングできるところがあって、ここねうさぎさんがこの森の中にいるんですね。ここねジャーナリングスペースがあって、うさぎちゃんのねジャーナリングカードとハンドメイドタグをね一緒に飾っていますね。ここは広がるページでジャーナリングスペースになっていて、ここはねまたね登場しましたね、ダンディーなうさぎさんのタグですね。今回もねこうチケットをこう、挟めるような感じでね作ってみましたね。でこんな感じで、でここはファブリックポケットですね。エフェメラ類を入れていて、ここはあのこのダンディーうさぎさんのね替えのボタンでしょうかね、飾っています。で、こちらはタックスポットでお花が咲いていて、ここもね美しい黄色いねお花、タンポポかな、この辺ねたくさん咲いていますね。ここねカードもねここに飾っていて、ここはね柵がね見えますね。この柵に実はねこのねうさぎちゃん隠れてるんですね。ここねこの柵をくぐってね、こうね、先ほどね、こうね、出てきたんでしょうね。ですね。でね、このお話がね、続いているような感じで、ここにね、隠れているんですね。ここですね。感じですね。美しいお花が咲いていて、で、ここにはね、ペーパードールのね、カードを作って、中にね、たくさんのお着替えね、ピンクのお洋服ですとかキュートなお洋服のお着替えたくさん入ってまして、でね大きなウサギちゃんもねまたねこの子は黄色いおリボンしてますね。でね手にねこう抱きかかえて持ち上げてる女の子のねこのとてもね雰囲気のある女の子のペーパードールのとなっていますね。もちろんウサギちゃんがいますね。ここにね飾って
てますね。でもね、お尻が見えてますね。で、ここを覗いてますね。で、こちらはハンドメイドしたキュートなね、タグですね。フェメナルと一緒に挟んでいて、森が広がっていて、ね、このリスちゃんがいますね。本当にね、今回たくさんの動物ですとか、草花ですとか、ね、たくさん登場します。こちらね、前作も似たような感じのを作りましたね。こういうミニミニポケットにね、タグを作って入れてまして、ウサギちゃんとその仲間たちですね。と、こちらにはですね、ウサギちゃんの好きなね、人参、セロリ。でも人参をね、今ね、食べようとしてもう見つかっちゃったところですね。でもこのおじさんが住んでるお家があって、このね、こちらの影の方にね、このキャベツですとか人参ですとかいろいろね、野菜をね育てて畑があるようですね。でその畑からこれね、まあ、まさにね取って食べようとしているところでしたね。じゃあもうねキュートです。こちら塗り絵ですとかカードね飾っていますね、一緒に。こっちはね、飛んでますね、ウサギちゃんがね。あとはクラスターで、もちろんここにウサギちゃんいますけれども、味わいのある紙物類をね、いろいろ入れていますね。で、こちらエフェメラルを入れていたり、あとはウサギちゃんがね、おめかししたウサギちゃんがいたり、ジャーナリングスペースがあったり、こちらね、お母さんウサギの丸タグですね。大きなジャーナリングタグを作って飾っていまして、あとはエフェメラ類ですね、いろいろ入れていまして、ね、蝶々がね飛んでいたり、あとはここ見開きはねお店が立ち並ぶ街ですね。今回はでここにねとっても美しいアンティークのねポストカード、また今回もね飾っていますね。キュートなね、色合いがね、今回の作品にぴったりなのでね、またね、飾ってみました。ね、あ、ね、かわいい。猫ちゃんもね、仲間なんでね、たくさん出てきますね。ね、うさぎちゃんと、フリップするページと、今回またね、この、キッチンのシーンが出てきますね。ハンドメイドタグもキッチンのシーンでまた違う。風景ですね。とてもね前作と似てますけども、ちょっと違うんですよね。 でお皿のカタログはね前作と同様、またウサギちゃんがいるカタログをね今回も一緒に飾っていますね。でこんな感じで、あ、見ましたね。で、小さなねノートもまた今回も作ってまして、このね、ピンクのキュートなリボンで黒ジャにしてますけども、こんな感じでね、ジャーナリングスペースとかコラージュしてもらえるような感じになっていて、はい、見てください。このね、今回ね、この子がね、うさぎちゃんのね、おもちゃをね、大事そうにね、こう一緒に写ってますね。で、ここにはね、アンティークの、生地ですね。キュートなピンクの生地を選んでね、また飾っていますね。こちら最後のページにはね、うさぎちゃんのまた、ミニミニフートを作って一緒に飾っています。鳥さんもいますね。こんな感じでね、今回もまたね、キュートなお写真とともにね、ここにね、しまってありますね。最後のね、この内拍子の裏はね、森の仲間たちのカードをね、また作って飾っていますね。うさぎさんと、おかみさんとか、イノシシさんですかね。あとアンティコのボタンですとか、あとは、エフェメラ類ですね。キュートなお花の、紙物ですとか、あとはね、この農場のファーストデイカバーですね。を飾っていますね。で、後ろの表紙には、やはり前作も飾っていましたが、お気に入りのこのね、シリーズで、またね、お花小花柄見えますかね。とてもキュートな、このね、クローバーと小花柄のね、美しい
アンティークのねポストカード未使用のものをまたここにねアクセントとして飾っていますね。とってもキュートですね。でこんな感じでまた今回もとっても素敵な可愛さ満点のねあの作品となりました。とてもキュートです。以上となります。